Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 皆さん、つい言ってますか？さお、曲げてますか？ MMJ でございます。おはようございます。スラマッパギー。さて、本日はリクエストのございました。伊豆半島に来ております。おむすびみたいな山が目の前にありますが、非常に景色のいいとこに来ております。ほら、ベタナギ、波高20センチ、周期2秒、すごいですね。湖みたいな海です。そしてもう早速釣りを始めてるのは、ダン、パインさん、おはようございます。どうですか？まだ釣れずですね、はい、なるほど、様子見って感じですね。なるほど。今日はじゃあどのあたりの魚狙っていきますか？ルアーで釣れる美味しい魚を。なるほど、ルアーですね。僕も今日はね、ジギングやってみますんで、じゃあよろしくお願いします。お願いします。そしてなんかちっちゃいな、ちっちゃくなってる。武者さんです、おはようございます。あの、前回はすいません、ちょっとあのGoPro の機材トラブルで、あ、いいえ、音声が入ってなかったんでナレーションになってしまいましたが、本当によろしくお願いします。今日はどんな魚狙っていきますか？今日は西なんでね、あまり東側だと釣れない魚を狙ってみたいなと、はい、なるほど。西魚を。本当、具体的に言うとどんな魚食いつく具体的に言うと、ええ、西魚っていうと、また、ね、そうですね、はい、何ですかね、ウエスタンな、ウエスタンフィッシュ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 で、分かりました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、最初釣り座あっちです。まあ、いろいろやってみますにしても、白波一つない綺麗な海ですね。それではじゃあ皆さん、本日はよろしくお願いします。
高いけど。さて、お昼になりまして、お昼ご飯を食べました。で、深瀬釣りの方はと言いますと、もうサバがすごいですね。もう沖まで一面埋め尽くしてまして、コマセがね、もう負けないぐらい広がってまして、唯一ね、仕掛けが通ったんですけど、その時はもう連チャンでベラ、まあ、ベラちゃんもね、結構まあまあのサイズで楽しませてくれましたけど、本当になんとかなんとかいろいろやって仕掛け通って、まあ通って大体2本ぐらいですかね、10メーターちょいから15メーター3本ぐらいまで入れて、ベラちゃんっていう、なかなか
難しいです。やっぱ日中はちょっとあれなんですかね。まあなので、まあ、後半戦もちょっといろいろと試行錯誤工夫しながらやってみたいと思います。さて頑張ります。いやーまたこれか、きついね、きついです。今回のお土産の魚です。まずは黒星笛鯛です。これはねジギングで釣れてくれました。かなりいい引きしてましたね、うん、はい。でこれが今度はイサキです。これは夜、まあ、朝まずめの前ぐらい、まだ暗い時に軽く夜深瀬やりまして釣ったやつです。旬なんで美味しそうですね。これ結構大きいです、うん、そうですね、30、34ぐらいあるかな、うん、とっても大きいです。そしてカサゴです。まあまあ大きいやつだけ持って帰ってきました。20センチぐらいのはねもう全部リリースですね、うん、これも大きいやつです。はい、こんな感じで美味しい魚たちをさばいていきます。できました。お刺身三種盛り、これがイサキ、こっちがフエダイ、真ん中がカサゴです。うまそう、まあ、何よりイサキも美味しそうですし、ちょっとフエダイはね食べたことはないので、うん、楽しみです。でカサゴちゃんはね絶対美味しいやつです。さてさて、わー美味しそう、もう早く食べます。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。